そういうおめないだらルーベ、すごいの持ってきました。これは検疫はちゃんと通ってるんですよね。内緒で持って帰ってくる。今までが紹興酒みたいな辛いラーメンとか、逆にびっくりしました。めっちゃ甘いです。このままも全然いけるんですよ。スーパーで買えるうまい。美味しいです。ここまで来てね、まずいとは言えないです何点？100点満点です。あ、120点130点。はい、負けた。え、もう99点です。いや、僕はもう厳しい。はい、大家好、我是中央道門豪。爱的，今天介绍给大家，如何在台湾买凤梨，然后带去日本。凤梨很好吃，对不对？直接可以在台湾买，过去日本的方法，大家知道吗？因为很多人觉得，嘿，水果带去日本是不可以吧？被检验的时候一直说，水果不可以带去呀。但是有方法的，那今天是这个方法告诉大家。那么出发喽！嗨，所以我们来到了理发街的水果店，林庄凤梨，国宴弄赞行。现在卖的是金砖凤梨，对不对？对，哪一种比较好？可以带回去吗？对，这个是很大的问题，对不对？我要去飞机场，然后检验通过的话 ，OK。那是什么？要白肉的。糖到肉的声音的时候是？是很多。哦、uh-huh、啊，你会听到哐哐哐。稍微硬一点是白色，知道了没？哎，连肉那个机场的检验的地方的时候，他们说是不可以有土的，所以这种的话一定可以。那我们要去检验，松山机场也可以，桃园机场也可以，机场之外也是几个地方是可以检疫。过去护照、机票、购买证明，然后预约之后，他们是可以帮我们检疫。嗨，我们来到了一楼，出来的地方再过来这边。谢谢谢谢。嗨，我们来到了动植物检疫这边。哎哎，我们去检查看看。这边是动物或者是猫啊什么的，也是确认的地方呢。嗨大家，所以我们是检疫是已经完整了。一般般的平日的上班时间的话，只有那个 key in 的那个建档的费用100块而已。因为今天是台湾的廉价，需要1000块，所以这个部分是你们自己查一下。然后台湾银行付钱。对，多少套检疫完成的报告。差不多这个时间也是很短哟，30分钟左右而已。首先预约，然后寄过去他们的一些资料是很重要。我们去日本喽。哟哟，嗨大家，我们到了关西机场了。关于我的凤梨，在台湾拿到的那一张纸，带到日本的出来之前呢，拿了行李之后，有一个动植物检疫，凤梨一个一个有没有昆虫呢？然后看完了之后，全部都是几个。我问了他们，凤梨有没有很多人带过来？没有很多人。怎么样的方法来带过来凤梨？对我来说是非常有意义的事情，而且是很有趣。大家也喜欢的话，我很开心。嗨，所以我们来到了日本。大家稍等一下，谢谢大家看这个影片。告诉跟我一样喜欢看影片的大家，有一个好消息。大家是不是在台湾看影片的时候，日本有一些节目网站常常看不到，对不对？常常看到你的地区没有提供这个服务，这样之类的消息，对不对？烦死了！我的妈呀！对，没错，日本人就是一毛不拔的铁公鸡。连我在台湾生活的日本人也有一大堆的箱子，跟大家一样不断看。阿贝玛 TV 附的很多日本的节目。都没有办法看，超可恶的。还有 Netflix、Amazon Prime、Disney Plus， 也常常都是这样子。那这个时候怎么办？对，我有一个方法。拜托 ，VPN 界的大明星。VPN 界的大明星 Surfshark， 对了，大家不见，它是非常方便的 VPN， 只要使用 Surfshark 就可以在台湾收看日本的或者是其他国家的很多限制地区的影片，一个账号一家人都可以使用 Surfshark， 就是大方。还有网购、订饭店、订机票，这个时候只要使用 VPN， 骇客就看不到你的资讯，所以非常安全哦。还有加购 Surfshark 的 Antivirus 防毒工具的话，可以扫描你的装置，为了保护你的网络安全，也可以保护你的电脑手机的安全。我真的推荐给大家哦，而且是 Surfshark 非常的便宜。这一次我也有特别的优惠，资讯栏的连接或者是使用我的优惠代码一个老师获得特别的优惠，还有另外送你三个月延长使用。不要让别人看到你的个子，装置也安全，但是你可以看很多很多的影片，很棒吧？以上就是这次工商时间，谢谢大家，谢谢 Surfshark VPN。那么回去影片哦，回去。大阪的一家公司藤田金属。金属の藤田さんです。すごいの持ってきました。これは検疫はちゃんと通ってるんですか？これ検疫通ってなかったらやばいよ。やばいです。
よいしょよいしょ。俺何回も見てるけど初めて来たの。そうですね、映像でね。ということで持ってきました。普通にこれもし何人もせずに持ってきたら絶対問題です。でもきっちり申請して持ってこれたやつですね。そうです。めちゃくちゃいい匂いしますよ。梨とかリンゴとか、ね、いきましょうか。はい。わあ、めっちゃ嬉しい。台湾のパイナップルです。絶対うまいですよ。めちゃくちゃでかいですよ。で今までがやっぱり紹興酒みたいなやつとか辛いラーメンとか、はい、逆になんかびっくりしました。きっちり反抗されてるんでね。やりましょう。どうぞ。いやいや普通こっちから落とすよな。こっちか。こっちですよ。教えます。はい、お願いします。はいはいはい。あ、いいっすね。あ、すごい、お上手。でこの包丁が藤田金属で作っているじゃないです。このまな板は藤田金属。違います。これも違います。うちらはフライパン作ってるんでパイナップルでは使わないです。もうちょっとこう、あ、こう、こうね、こうね、こうね、はい、皆さんちょっと 言わなきゃいけないことがあります。初めて切ってるんで下手くそだとか切りすぎだろとかそういうのはもう一切受け付けません。そうです。ということで食べてもらいましょう。どうぞーと、じゃーっと。今まで紹興酒とかラーメンとかの辛いやつとか、今回パイナップルも出てくれて、おお、いただきます。どうぞ。あだ、なんかジュースみたいな、うん、ないじゃない。食べていいですか。どうぞどうぞ。うん、うまい。味めっちゃ出てくる。そう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 、めっちゃ甘い、うん、パイナップル嫌いなのすごい。うん、美味しい。めちゃくちゃ甘い。これ普通には持って帰ってこない。内緒で持って帰ってでもちゃんと台湾の検疫と日本の検疫できっちり全部検査してやってもらったっていう。めちゃくちゃ全部食べちゃいそうです。そうやね。お疲れ様。ちょっと申し訳ないのがフライパン、会社にフライパン使わないものを持ってきてしまったっていう。今持ってます。これ可愛いね。はい、これ作りました。はい、はい、いただきます。どうぞ。はい、うん、いや、スーパーで買えるよ。うまい。やったぜ、はい、日本のスーパーに買ったぜ、うん、で芯も食べられるんです。普通真ん中って、はい、抜くない、そうそう、まあ、抜け、全部食べられる、うん、あれ揺られてたかな、地震は。あー大変でした。めっちゃ揺れて、でテレビは倒れるし、いろんな棚のもの落ちるし、うん、窓半開けだったんですけど、それが全開きになっててね、全部の窓開いてて。台北です。台北です、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ます。どうぞ。めっちゃでかい。いけるいけるいける。めっちゃ甘いよ。甘い。甘いぜ。いただきます。いただきます。ジュースみたいもんな。子供も全然いけるんじゃん。苦味もない。そうですそうですそう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。どうぞ。どうしたの？なんか不格好だってことですか今。美味しい。美味しいよね。台湾パイナップル大人気です。ここまで来てね、まずいとは言えないですね。これ普通でほんまに美味しいもんね。ちょっと苦手だったんですけど、パイナップル、うん、めっちゃ美味しい。美味しいよね。やった。まだ持ってきてください。あ、ま、日本政府の人お願いします。もっと入れてください。いただきます。うん、美味しい。美味しい。何点？100点満点です。あ、100点満点。どうぞ。いただきます。すごく甘くて美味しいです。めっちゃ片言やんけ。何点？130点。あー負けた。ありがとうございます。辛いですか？はい。いただきます。どうだろう。うん、甘い。甘い。うん、あ、そんな繊維ないんですね。ほんでかつパイナップルって芯は普通食べへんやん、はいはい、これ芯も含まれてんの。へえ。何点ですか？え、もう99点です。あー、でも30点ですね。30点です。いや、僕はもう厳しいです。厳しいです、弟さん。今回はパイナップルをわざわざ持ってきてくれて。いただきます。とっても重かったな、持ってくるの。どうですか？美味しいです。そうとしか言えませんよね。台湾のパイナップル多分ものすごい種類あるんですよ。まあ、日本のリンゴみたいな。日本のリンゴもたくさん種類あります。ありますね、はいはいはい。もう3つ目っす。これ第1回目出たっけ？あ、カメラや。ずっとカメラマンやってて。ありがとうございます。あ、せい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 。すいません。1回目も2回目もカメラマンや。いっぱい動画撮ってるのが初めてここに来たんだっていう。はい、どうぞ。うん。ザ・パイナップル。一番美味しい。今まで食べたのが何やったのかっていうパイナップルって感じですね。日本政府の皆さんお願いします。もうちょっと入れてください。これ芯も食べれるみたい。あ、硬くないですね、なんか芯も。そうなんですか。入った瞬間もめちゃいい匂いする。パイナップル、パイナップル。なるほどね、いろいろやってらっしゃる。フライパンだけじゃなかった。そうだよ。はい、お味噌汁粉。
鉄分補給につながるっていう商品ですね。なるほど、はい、女性ってどうしても鉄分不足ってよく悩まれてる方多いんで、うんうん、これで味噌汁作ることによって鉄分を補うっていう。鉄で作れば鉄分取れる、そういうことです。ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。遠いところありがとうございます。美味しかったです。よかった、めちゃくちゃみんな喜んでました。で今回ですね、来たこの工事を見学ができます。この2階部分がちょうどショップにもなってるんで誰でも買えます。でこう作ってる背景をきっちりこう外からこう見れると、うん、見れると。そうです。作られた商品がこの中で売ってるんで、なるほど、はい、一番新鮮なってことですね。そうです。ということで、もしフライパンとかこういう工場好きだったら遊びに来てねっていうこと。そうです。大阪府八尾市にありますんで、イク先生のお名前を、はい、言っていただければ皆さんにこのお箸プレゼント、プレゼントフライパン10個買ってくれたらこのフライパンつけます。もちろん。マジで。10個買わない。キャンプとかいい。そうです。台湾もキャンプ流行ってるんですか。流行ってます。ああいい。キャンプ台湾めっちゃ流行ってます。ああ本当はいいですね。ということで本当にありがとうございました、はい。ありがとうございました。パイナップルをどうやってやったら持ってこれるかっていうので今回紹介したんですけど、絶対検疫通してね。そうですね。マジでその寄生虫とか持ち込むのはダメだし、はい、国際問題になるんで普通に。本当にでかい問題になるんで。あと今持ってこれるのはパイナップルと、緑色のバナナだけ。さあ、伊沢さん。はい。非常に言いにくいことがあります。ああ、どうぞ。財布持ってます?おお。一口10万からやってます。結構やな。でかい、でかい、ちょっと、はい、ありがとうございます。はい、はい、1万円いただきます。ありがとうございます。でも今ちょっとね、円安なんでになるとちょっとあれかもしれない。大丈夫、大丈夫。いやもう本当にありがとうございます。今こう回りつつ、もらいつつ、まあ、ちょっとでもね、少しでもという。はい、みんな大阪来てね、ぜひともお待ちしております。藤田金属だよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大家今天的影片也由趣了吗？这次的影片就是 Surfshark VPN 的赞助，谢谢 Surfshark VPN。大家如果需要 VPN， 真的推荐它哟。拜拜。